兵を申し入れた方が安泰でござる。おのれ、豊臣め。風魔はどこじゃ。豊臣秀吉、竹中半兵衛を暗殺するのじゃ。強大な軍事力を武器に乱世と乗り出した豊臣軍は、ついに小田原へと脅威の手を伸ばした。この進軍を恐れた北条氏政は、北条軍へと雇い入れた傭兵である風魔小太郎に、豊臣軍の頭脳である戦国きっての天才軍師竹中半兵衛と、豊臣軍を統治する覇王豊臣秀吉の暗殺を命じたのであった。よいか、この動き、誰にも知られてはならんぞ。行け行け。風魔天才軍師暗殺。忍びだ！忍びが二人いるぞ！半兵衛様、忍びが二匹紛れ込んだのようです。なるほど、何の騒ぎかと思えば、そういうことか。全軍警戒せよ、二人を捕らえるんだ。誰の差し金かは大体想像がつくけどね。遠慮はどこだ。将が討ち取られたぞ。今すぐ消えてもらうとしよう。忍びだ！手だれの忍びがいるぞ。そこは守るようにと言ったはずだよ。半兵衛様、申し訳ありません。
サルトビサスケ、手出しするなと言ったはずだ。せっかく助けたのに、ご挨拶なんじゃないの？知るか、貴様など赤の他人だ。心配ない。新たな手を考えるだけさ。まだ沈んではいないよ。ひるまずに戦うんだ。苦しいかな。状況は不利か。さて、どうぞ。ついてくるな。あっち行け。何言ってんの。行き先も目的も同じだろ。ずいぶん凄ましいことだね。どうぞ、邪魔をするな。この顔を見たくなければお前も帰ることだ。俺様はこの仕事を譲るつもりはない。まあまあ、そう堅苦しく考えなさんなって。旅は道連れ、世は情け。慌てず騒がず、君たちにできることをやるんだ。お送りくだされ。
に情けは無用ぞ。忍び込んだのは二人と聞いていたが、となると君を送ったのは状況から考えて北条だね。北条は優秀な傭兵を雇っていると聞く。その忍びの名は、なるほど、確かに優秀だ。名のある傭兵を雇うか、いかにもあの五郎の考えそうなことだね。あんた何者だ。なぜ邪魔する。敵なのか。こうなったら全て切る。君は忍びに向いていないようだね。そこの彼を見習うといいよ。まあ俺たちは敵じゃないことは確かだな。悪いね、天才さん。三人相手じゃきついかい。きついのとおしゃべりの仕事だね。その口は川に逃げ帰ったから叩きたまえ。来たまえ、まとめて相手をしよう。ふん、北条ね。いや、まさかな。この動き、ただものじゃない。無駄だ、君に秀吉は切れないよ。ところで、秀吉、すまない。噂通りの腕だな。あんたのことは知ってるよ。この世に存在しないというあの伝説の忍び、当たりだろ。バカな。お次は覇王暗殺か。お偉いさんが考えることはどこも一緒だね。あった、ここで争う気はないぜ。俺様はあんたの邪魔をしない。あんたも俺様の邪魔をしない。誰かが豊臣を落とせば俺たち全員が幸せになれるってわけだ。やれやれ。
稲葉山にて最初の任を成功させた風魔小太郎は、己と同様に竹中半兵衛暗殺の任を受けていた猿飛佐助春日に出会った。くしくも次の目的をも同じくする二人が同行する形となったのである。こうして三人は豊臣秀吉の暗殺を目的とし、豊臣軍が強固な陣を敷く山崎へと忍び込んだのであった。言った通りだ、あんたの邪魔はしない。んじゃよろしく頼むよ。気に入らないな。風魔覇王暗殺。さてさて、伝説の技を拝見しますか。私は貴様が信用できない。好きにやらせてもらう。私に構うな。仲間がいるか。何匹群れようと変わらぬ。まぶしい。目がくらむ。我が軍の砲弾を利用する。自分が死んだことにも気づいてないね。ありゃ我ら豊臣軍こそ最強の一体だ。この技一体どこで習得を。ちょっと走り疲れてるけど負けはしねえ。たとえネズミ3匹とて全力で追い詰めよう。
さか伝説を目にする日が来ようとはね。忍びやっててよかった。ふざけるな、真面目にやれ。それしきで図に乗るとは器の知れよう。その名を知っている。だが本当にこの世にいるのか誰も知らない。過ぎた忍びだ。知らぬものよ。おっと、お株を取られそうだな。そろそろ本気を出しますか。最初からそうすればいいんだ。我が軍の働き、まっこと誇れなり。あんたなら抜け荷になっても余裕だろうね。情けは無用だ。安兵衛を倒したという忍びを。覚悟のほどはできているであろうな。この秀吉を暗殺とは世の大局も図れぬ小者どもが図に乗るな。来い。忍びが何をしようと我を崩すことはできぬ。お、もう始まったな。満期だな。はい、悪いけど三人がかりってのはなりゆきでね。ハンベイを倒したか。そのこと地獄の底で後悔させてやろう。あんたはクソじゃない。お前の技はあの二人とは違うようだ。その力を手に入れるため何を捨てたのだ。よいだろう。ならば死ぬぜ。お前を捨てたもの全てを。
ずや今日となる。あの方のため貴様を撃つ。風魔小太郎、その正体は風、道理でつかめないわ。この私が目で追うのがやっとだと。これも夢のまた夢、良い夢であった。いいくじ引いたのはあんただったか。こんなにも簡単に。ともあれ、これでお仕事完了。次に会うときはお互い敵同士だな。ま、お手柔らかに頼むよ。ん？何？おいおい、冗談。風魔が伝説と呼ばれる理由、それは風魔という存在を目撃した敵を例外なく抹殺したゆえであった。風魔は静かに、そして冷徹にサスケと春日の抹殺を敢行したのであった。サスケ、これはどういうことだ。知るかよ。来るぜ、構えろ。風魔、すべてを抹殺。この世に存在しない忍び、考えてみりゃ簡単なことだった。姿を見た敵は全部消すってことだ。来るぜ。あんたがその気ならそれでもいいさ。帰り道にあっても文句は言うなよ。あんたにはいいことを教えてやる。一つ、俺様は見かけほど甘くはない。早く帰りたいんだ。消えてくれない。痛みなどこらえろ、まだだ。まだだ。私の命全てを使っても。分身の術、かく乱。貴様が誰であろうと構うものか。
伝説という呼び名で私を殺せると思うな。二つ、甘くないのはこの女の、これは北条の思惑か、それともあんたの本質か。なぜだ、なぜ私たちと行動を共にしたんだ。理由を聞くのは野暮なだけだ。殺すときは殺す、そういうもんだ。期待なんかするな、ここからはどん底だ。こういう時だけは忍んでよかったと思うよ。剣術大臣狂乱三つ、さよなら、あんたはここで死ぬ。これで終わりだ、風の悪魔。消し済みとなって消え失せろ。カスナ、今回ばかりは助けられない。自分の命は自分で守る。大して口の利きようだが、私を憎めるな。忍びってのは死ぬとか人、あんたもそうやって生きてきたんだろ。なら分かってるな、かかる火の粉は振り払う。あの世で好きなだけ恨むのです。お前の顔なんて見たくない。そんなものと言わないよ。
キラの花。